岡県糸島市にある箱島神社のご紹介をしたいと思います、はい、愛の神様と お耳の神様。どうもルパン三世です。ルパン三世、あー藤子ちゃん、待てルパン、父ちゃん、藤子ちゃん、ルパン、はいどうも、3000のモノマネを持つ男、MJ こと新横山由紀でございます。今回はですね、なんとハルくんママさんのロケ動画を紹介します。ハルくんママさんといえばもうおなじみでございますね。ロケ動画いっぱい撮ってきてくれてありがとうございます。今回はですね、ハルくんママさんは福岡県糸島市箱島神社に参拝ね、行ってこられました。海の上に浮かぶ神社ということでね、そういった結構パワースポットらしいですよ。よく知りませんけどもね、箱島神社という海の上にね浮かぶ神社、これ楽しみですね。もう早く見たいわ。ということで、それでは本日も開会ライフをお楽しみあれ。はい、ということでございまして、早速ですね、ハルくんママさんが撮ってきてくれた福岡県糸島市の箱島神社、海の上に浮かぶ神社ということでね、見ていきたいと思います。はい、それでは用意スタート。開会ライフをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは、はるくんとはるくんママでございます、うん、よろしくお願いしますね。本日は福岡県糸島市にある箱島神社のご紹介をしたいと思います。はい、お願いします。先ほどちらっと見えておりましたが、うん、おっとおっと、足元気をつけて、海に浮かぶ島、箱島神社、こちらは、わあ、なんか虫がいる。お、虫がいる。あ、はるくんね、ちょっとさっぱりしてね、頭。先日、うん、私が大好きな、尊敬する水キズムさんの、はい、水キズムさん動画でまた紹介されてたので、なるほどね。うちからすごい近く、近所じゃないな、20分ぐらいのところ。お、近い近いよ。ぜひ行ってみたいと。うん、早速今日来ました。ありがとうございます。は、海が、はい、あ、いいね、磯の匂いがね、こちらですね。これがもう箱島神社、ずっとこのところ、お天気が悪くって、はい、ちょっとロケ行けなかったんですが、うん、今日もともと雨予想だったのに、うん、お天気になったので、はるくんのお友達のとの約束をキャンセルさせてこちらに来ました。らら、悲しいよ。はるくんお友達と遊ぶ予定をキャンセルさせてね。こちらはですね、以前は橋があったそうなんですが、なるほど、もうなくなっちゃったので、うん、満潮の時間はここが海水が、海水があって、そういうことね、いけないみたいで、そういうことね、なかなかすごいな。もうすごい。満潮になるともうここ歩けないのかな。失礼いたします。失礼いたします。うわ、なかなか大変だなこれ。うん。足元がね、ちょっと狭い。わあ、すごい。うわ。結構角度がある。こちらはですね、言ったっけな、話言ってないよね。江戸時代には言ってません、竜宮城と称えられていた。マジで？そうです、竜宮城。そして、愛の神様と
お耳の神様、耳聞こえるね、はい、耳の神様、うん、がいらっしゃる、なるほど、ね、そうです。で本当にあの、うん、海沿いのね道路のすぐ横で、うん、あの私も、ま、若かりし頃にこの先の方にお付き合いしていた彼がおりましたので、うん、おー、なるほどね、この道、うん、いいね、いつも通っては横から眺めてたんですけども、うんうん、まさかこんなねパワースポットだとは思ってなくて、あー、なるほど、人生で初めて来ました。あ、マジで、わー、ちょっと待って、そんなに近所なの、初めて来た、滑りそうな、うわー、気をつけてよ、はい、うん、わー、すごいすごい、うん、こちらちょっとね狭かったりするからね、もうはるくんは飛び跳ねちゃってるけどね、もうすいスタコラサッサーとね、うん、おじぎしよう、ぴょんぴょんぴょんと飛び跳ねておりますよ、ご挨拶したいと思いますので、はい、うん、一旦動画切ります。はい、お願いします。はい、おっと、ご挨拶させていただきました、うん、ここから見る景色、海の景色がとても綺麗です。素晴らしい。おっと、はい、ええやん、ええやん、ええやん、なんか、うん、水キズムさんの話だと、うん、下の方に一周できるみたいなので、ほう、まだ行ってみようと思います。何か、ね、見どころがあると。さっきね、うん、あの他にも、あ、ちょっと待ってください。動画止めます。あ、なんかね、他の方が来られたりも。はい、では、うん、戻りたいと思います。はい、お願いしますよ。はい、お、これ狭いよ、また。大丈夫？足元。こちらはですね、まあ、見ての通り、無人の神社なので、カメラ回しながらとかはですね、うん、車で、10分ほどの鎮海石八幡宮というところに行くと、こちらの御朱印がいただけるそうです。御朱印がね、もらえるとそこに行くと。危ないな。ねえ、ここちょっと狭いよ。ちょっと、あ、そうそう、なんかね、うん、そう、水キズムさんがこっちにも行けますよみたいなのを言ってたので、めちゃめちゃ参考になるな、水キズムさんの。勇気を出して行ってみたいと思います。水キズムさんの動画も見よう。これめっちゃ参考になるよ、うんうん、あ、こっちまだちょっと ね、道路からすごい、うん、あの、おお、危ない危ない、ここ気をつけて、まあまあ無理な気がしますね。あっちゃーっとギブアップ宣言かな大丈夫かな。まあまあサンダルです。サンダルはダメ失礼します、サンダルなので怖いですが頑張っていきたいと思います。あ、でもまたちょっと見えてきました。この場所に来るのに水キズムさんの動画見てたのに、これはなんで、こっちに行ったらあっちに行けるんじゃないの。 こっちに行ったらあっちに行ける。うそ、なんか大丈夫かなっていうところに行ってますが、うん、ちょうどなんかいいところがあったので、うん、無理、あ、無理、はるくんが無理と、なんか、ちょっと写真、景色だけ見えるかな、こんな感じです。もう戻ろう、やっぱり、うん、うん、そう、危ない危ない、戻りましょう戻りましょう。ちょっとちょっとこれは危険なので、うん、危険危険、転んだらシャレにならん、シャレにならん、転んだら、おっと、チャレンジャーハルトさんが言ってるので、ハルくんはもうすばしっこいからね。じゃあそれ無理だと思う気がするけど無理でしたじゃんじゃん、ハルくんは行きたがってるよ。戻りましょう。やだです、戻ります。ハルくんはね、すばしっこく動くから行きと同じ道で戻って帰りたいと思います。水キズムさんの動画見たのに、なんでサンダルできたの、急な、ねえ、運動靴やから、ここほんとだ、うん、なんかありますか、何ここ、いや無理ですね、うん、なんか探検家の人とか行きそうだけど、よいしょ、子供とかが行けそうだね、子供も行けないでしょあれ、はい、よいしょ、これね、7月に
送ってくれたんですよ、はい、おいしょ。7月の半ばぐらいにね動画送ってくれたんで、はい、無事にその時期だと思ってくださいね。戻ってきました。7月のこんな感じで道路のすぐそばです、うん、あーすごいね。何が何が、あそうだね、何があるのかな、説明が、説明がね書いてあると。箱島様、うん、おう、おう、難しいことがいっぱい書いてあるという、ね、これ全部読めますか、うん、むずいねいいね、読んでください、うん、とにかくあの恋愛を助ける恋愛の神様 と、うん、お耳の病気が治るお耳の神様が奉納されてるみたいです。恋愛上手、恋愛上手だ、はい、恋愛成就の神様とあとお耳っていうね、うん、この辺は海だからね。ああいいよね。はい、では最後、うん、はるくんご挨拶をお願いします。いいね。え違うよ。おっと飛び跳ねる、すごいね。あれはじゃあね、まったね、いい夢見てね。あ落ちないでね。チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは終わります。はい、ありがとうございます。おっと、え、はい、再び再びこんにちは、再びこんにちは、再びこんにちは。御朱印をもらいに、あ、なるほどね、御朱印を、鎮海石八幡宮に参りました。なるほど、ちょっと時間がギリギリなので、うん、急いでお参りしようと思います。お願いします。御朱印はあちらでもらえそうなんですが、せっかく来たので、うん、こちらにもご挨拶させていただこうと思います。お願いします。再びこんにちはと。鳥居そのまま入らないよ、ちゃんと一礼してくださいはい、素晴らしい。いやね、僕子供の頃そういうの知らなかったからね全然、うん、すごい。どっちから行ったらいいんだこれは、繋がってると思う。階段を登るか坂を登るか。ねえ、階段ちょっと急じゃない、そっち側。あら急な方行く。綺麗なお花が。ほんとだ。え？どっちがいいかな。緩やかな階段。あ、緩やかな、ね。手すりつきで安全。急な階段。最上部が急角度のため、うん、手をつなぎながら登る。さあ。手をつきながら。どちらに行きますか？ね、まだそっちに。緩やかな方がいいと思うよ。急な階段にチャレンジしましょう。おっと、急な方を選んだよ、サンダルなのに。角度が取るんだったら、あ、緩やかな方が良かったかもしれない。でしょ、サンダルですからね。明日筋肉痛になるかもしれません。そう、筋肉痛、すごい。でもね、筋肉痛ぐらいならいいけど、ほらまたなんか滑ってとか転んでとか、そういうのが危ないからね。もうハルクも手をついて登っておりますよ。あ、手をつきながらって書いたもんね、確かに。うん、よいしょ、頑張れ私、頑張れ頑張れ私頑張れ私、もう少し、もう少しで。これは取りながらは危険な気がしますが、頑張れ私、もう少しで感動のゴールよね、もう少し。はぁ、お、最後は手をついた方がいい。すごい。でもおっと、登った、危ない、登りきった、ちょっとこちら登りきったぞ。石が、さすが鎮海石って石が収められてます。石が収められてる。ちょっとご挨拶をしよう。どういったあれなんでしょうね。今ご挨拶をしたの、こんな地域を、安山陰陽石地域集合なんていうもんだ、わかんない。こちらが本堂かな。よいしょ、うーん、こう海のそばにねあるっていう。こっちはある。もうご挨拶しましょう。はい、すごいね、緑が豊かで。蝉が鳴いてます、うん。
すごいな。7月のとある日だからね、セミは鳴いておりますよ。立派な狛犬さんがいらっしゃる、うん、あ、なんかいるね。何がいる？すごい願い石。願い石、なんか石多いですね、うん、なんか、あ、すごいな。なんか石の、この辺は石の神様が多い ね。そう、多いですね。あの近く、あの以前紹介した亀有神社も同じ糸島市内です、ね、ここから、うん、まあ、車で10分、20分ぐらいのところ、ね、以前、ね、鬼滅の刃の聖地だと言われるね。はい、石を祀ってるというのが多い。こちらもご挨拶させていただこうと思います。おっと、はい、ご朱印いただきましたよ。ご朱印もらってきました。あー、綺麗なこれ。あー、揺らさないで、綺麗に見えない。7月の12日と、はい、では今度こそ本当に7月のとある日は7月の12日でした。じゃあね、あ、またね。じゃあね、いい夢見てね。またね、いい夢見てね。お願いします。はい、ありがとうございました。あ、本当に今回は、次は本当に終わったよ。みたびこんにちはとやりませんでしたね、はるくママさんね。あそこでみたびこんにちはって言ったらね、また面白かったけど、それはしませんでした。はい、ということでね、ありがとうございました。箱島神社ってね、海の上に浮かぶ神社ね、あれ満潮になってバッとほら、あそこ歩けたけどね、今はあそこ海がバッとかかったら歩けなくなっちゃう。で、海の上に浮かぶ神社ということでございましたけど、いやー、いいですね。この絶景でございますわ。本当にね、海をパッと見渡すって、こういうところでね、やっぱり育つっていいですね。うん、少年時代って、子供の頃とかね、まあ、はるくママさんもね、少女時代に、こういった場所で育ったんでしょうね。うん、以前付き合っていた彼氏の元へとね、いい感じでございます。はい、ありがとうございました。これは本当に見どころっていうかね、行きたくなるスポットでございましたね。はい、ということでございましてね、海海ライフでは皆さんからのロケ動画をお待ちしておりますよ。なんとこうしてね、ロケ動画の採用者にはなんとなんと、誰もが喉からハンドが出るほど欲しくなる横千代 T シャツをプレゼント。イエーイ、欲しいだろう、来ようぜということでございましたね。こちらね、ロケ動画はですね、私の X の DM もしくは、海海ライフのね、 YouTube のメールアドレスがありますんで、概要欄に、そこにね、ギガファイル便で送ってください。ギガファイル便のやり方がわからないわという方はですね、聞いてください。私にね、うん、教えますから、うん。はい、ということでございまして、これにて終わりますよ。ルパン三世でした。じゃあね、またね、いい夢見てね。